おはようございます。久々にね、買ってきましたよ、菓子パン。今日は2個です。なんか好きな感じですね、私のこの昔懐かしい2色パン。これはね、私思い出がありまして、小学生の時だったかな、2年生とか3年生ぐらい、低学年の頃ですね。まあうちは父親がね、早く出勤しますので、私が寝てる間に出勤してたんですよ。3交代で6時ぐらいに出勤してたんじゃないかな。で、私がまあ起きて、母がね、朝食をいつも作ってくれたんですけども、さすがに母もものすごく家事やパートとか忙しくてですね、たまに寝坊するんですよ。で、寝坊して朝食も、それから小学校をね、お弁当も作れない時って、お金をくれてね、500円札、当時500円札なんですけども、500円札をくれて、ですごいね、100メートル先ぐらいにパン屋さんがあったんですよ、山崎パン。そこに行って、あ、今日は寝坊しちゃったからパン買って食べてっていう風にしてね、それがすごく楽しみで、自転車でシャーッと行ってからね、兄と一緒にパンを買いに行ったんですけども、絶対にこれを買いました、私は。この2色パン、チョコとクリームが好きでね、これ見るたんびに思い出すんですけども、いや、なんかね、その昭和の50年代ですか、なんか今もとってもいい時代なんですけども、当時もなんか良かったですね、しみじみと思い出して。で、子供の頃ずっと憧れていたね、この2色パン、未だにあるわけですよ。で、これ見るたんびにね、店頭に並んでるたんびにその頃のことを思い出して、懐かしくって、ついつい手を伸ばしてしまいますね。という感じで、パンってその初めて食べた時の感動とか思い出をね、すごく振り返らせてくれるっていうかね、私にはこの2色パンっていうのが、母が手渡してくれた500円札と、眠そうに、申し訳なさそうに、しているその表情ね、若かった母のことを思い出しますね。で、今その近所の山崎パンもなくなって、で、一戸建てがなんかね、立ってます。もうパン屋の跡形もないです、時代は変わって。まあ母はね、相変わらず同じような笑顔を私に向けてくれますね。まあ、そんな思い出、皆さんにも菓子パンにあるんじゃないでしょうか。だから山崎パンが体に悪いとかね、有害物質とか発がん物質が入ってるっていうのも、まあ、あるかもしれませんけども、そういうのをね、あまりある私には大切な命の思い出でございます。そしてもう一つ、これね、懐かしいでしょう。昭和23年復刻版、スペースアポロっていうね、パンもこの前復刻版出ましたけども、あれマツコデラックスかなんかの番組で有吉さんが取り上げてから復刻版になったんですかね。あのね、あのアポロ私大好きで、もう一回復刻してくださいよと思ってたら、こちらの元祖メロンパンも復刻されたということで、これもね、私当時小学生の私にしてみたら、ものすごくずしっとね、大きいメロンパンだったと思います。白あんが入ってるんですよね。なんかね、パンって私の憧れであり、未来への希望みたいな感じでした。で、この年になって手はこうね、手にしてみると、幼い頃のね、自分自身がここに手で掴んでね、ワクワクして袋を開けて食べようとしている姿がなんか目に浮かびますね。なんか切ないですね、もう50を前にして思い出ばかりですよ。先のこと考えないとね、でもね、若い頃って未来のことをね、すごく考えたんですけども、年を取ると昔のことばかり思い出しちゃいますね。じゃあ、いただきます。